はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。神田彩です。私はサラリーマンから独学で YouTube だけで野菜農家を目指しているものでございます。今日はですね、午前中は子供の入学式でした。午後はね、畑の作業に奥さんに来させてもらって作業しております。で、今日ですね、こちら半分は今まで自然栽培をしていたんですけども、こちらか半分はですね、有機栽培に切り替え途中でございます。で、こちら半分はですね、2週間前にぬかをまいて畑丸ごと堆肥化させた場所になります。で、昨日ね、軽く耕運して1日空けたんですけれども、ちょうど午前中雨が降って湿り気が最高です。で、黒マルチをですね張って90センチの畝を作ったつもりだったんですけど、今季で作ってるので、ちょっとね、100センチだったり90センチだったりちょっとまっすぐは行ってないんですけど、マルチを張りました。で、ちょうどですね、ズッキーニがもうちょうど定食適期やったんで、今ね、半分ぐらい植えました。20メートルで半分やけ10メーターですね、植えました。で、こちら手前半分はですね、あ、半分じゃない、こちら手前の畝はじゃじゃーん、トウモロコシを定食しております。で、こちらですね、トウモロコシポットに入ってるのは、こちらに植えたわけじゃなくて、こちらですね、あ、ちょうど今見やすいのがあるんですけど、種を植えたらなんか根っこが先に上に出てきてしまったんですよね。で、それをこちらポットに移植して、早めにね、早い段階で移植したんですけれども、こちらはあえて残してました。この状態で大きくなるのかなとは思ってたんですけど、これでもなんとかできてますね。まあ一応早めにね、処置しておいた方が良かったなと思うんですけども、このポットでやってます。これ根鉢回っとる？まだちっちゃい、大丈夫。あ、本当、じゃあ大丈夫です。で、こちらですね、これちょっと白いものが見えてると思うんですけど、私がいつも農業の方で、栽培管理の方で先生にさせてもらってる方が、トウモロコシの根っこをですね、傷つけたらあまり大きくならないということで、稲用のね、なんかシートみたいなのかけたり、新聞紙をね、こう引いたりして工夫してたんですけど、ちょっとその辺が用意できなかったもので、真似してですね、応用して、そちらを応用してですね、こちらが、肥料袋になります。で、今までね、これずっとかけっぱなしやったんですけど、今日外すのが初めてです。さあ、これで下の方に行かずにスコット抜けるかですね、それ次第でこれかなり使えるかもしれないです。はい、じゃあ取ってみたいと思います。大丈夫かな、いけるかな。オープン。おいいね、やっぱいいね、いいやん。あ、バッチリ完璧ですね。これで下に根っこが入り込まなかったので、根鉢が綺麗に回ってるはずですね。じゃあちょっと動画を回してますので、一発で根鉢が綺麗に巻いてるのを撮りたいので、これにしようかな。はい、じゃあちょっと綺麗に根鉢が巻いてるか、ちょっとね、ドキドキしますけど抜いてみたいと思います。ちなみにこれちょっと徒長気味ですね。 3.5 用目なんですけど、ちょっと徒長気味なのですが、ご了承ください。はい、じゃあ根鉢が回ってるか行ってみます。よいしょ、頼む。だだプチッチだよ。でも根鉢が巻いとるね。ちっちゃいのが切れたんかな。でも大丈夫そうやね。ちょっと徒長気味なんで大きく見えるだけなんですけど、根っこの方がもうちょっとね、しっかり巻いてほしかったんですけどね。あ、これは多分こうなった原因なんですけども、こちらのね、袋が穴が全く開いてないので、水をやった後にこちらの下にね、水が溜まってたんと思います。で、水がたっぷりあるので根っこがあんまり伸びなかったということですね。水がやっぱ少なかったら、それを求めて根っこがぐる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 、しっかりね、水を求めて張っていくという感じになると思うんですけど、
水があるから根っこがねあまり成長しなかったんじゃないかなと思います。なのでこれは次来年やるときはこのシートを使うんですけど、これ半分に切ってところどころ穴を開けて、水抜けよくしてやってみようと思います。多分それでね成功するんじゃないかなと思います。まあどうせシートを使ったり新聞紙使えばいいんですけど、まあこういった肥料袋とかね、あのそんなんが余ってたら捨てるのもったいないので、まあこういったものに活用できたら、環境にいいとかではないんですけど、あのなんかねもったいない精神でいつもお母さんがもったいないもったいないって言うんで、それを見習ってそういうのをやっていこうと思います。はい、じゃあ今日はトウモロコシの、こちら育苗箱のそこにシートを置いてみて、どうなるかという動画でした。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。バイビー。なんか動画の撮り方も似てくるよね、うん、先生に。肥料袋はいけないな。え、この人肥料やるよな。肥料袋ってだって堆肥とかも肥料、まあ肥料の肥料袋としてやれる。まあ堆肥袋ということで肥料は使ってません。ご視聴ありがとうございました。バイビー。土袋なんかこだわるね。まあ袋です。肥料使ってないのなんで肥料袋なんちゃう。ちょっと待って。はい、あ、いい匂いですね。ちょっと根鉢がちょっと若干白いのが茶色っぽい。大丈夫かな。ちょっともうちょい。はい、もう北九州は4月で暖かいので、あのマルチとかはかけません。あ、マルチじゃない。トンネルとかは使わずにやります。です。ありがとう。